ラスダシャン山、東風の防壁の岩、エチオピアの最高峰、かつアフリカで4番目に高い山。ラスダシェン3、ラスデジェン3とも表記される。標高は4550メートル。最も一般的なラスダシェンという古称は、アムハラ名のラスデジェンが転じたもので、エチオピア製図局はこれを、皇帝の御前で戦う将軍という意味だとしている。エチオピアでは、 ラス・レジェンという呼び名が一般的である。エリック・ニルソンによれば、この山はテケゼ川に合流する無数の峡谷によって、北半分が何千メートルもえぐられた巨大火山のヘリの東端である。その西部にあたるビワト山との間にはメシャハ側の峡谷がある。メシャハ峡谷には断崖絶壁がそびえるが、当面は比較的緩やかである。語源の 東風の防壁が意味する通り、山には強い風が吹きつける。山の一部は、シミエン国立公園に含まれ、ゲラダヒヒ、ワリアーイベックス、アビシニアジャッカル、クリップスプリンガー、アビシニアハイラックスなどの希少種が生息している。山頂は、接戦よりやや下に位置する。1841年、フランス人士官のフェレト・ガルニエが、ヨーロッパ人として、初めて登頂に成功した。 それ以前に土着民が途半したという証拠はないが、山頂の気候や気象条件は比較的穏やかで、高所にも牧畜を営む村が存在する。12月から3月にかけての寒気が登頂に適し、6月から9月にかけての雨季の登頂は困難である。山頂まで1時間もかからない標高4300メートル付近にある小さな砦では19世紀に戦闘が起きた。 1960年代から1970年代にかけて国は製図測量調査を行い、ラスダ・シャンさんの標高を4533メートルとした。本校では標高を2005年のエマの出版物と、それに1メートルしか違わない2007年のフランスとイタリアによる DGPS 測位調査によった。しばしは4620メートルとも言われるが、現代のいかなる測量図や、 SRTM のデータにもこの値は見られない。ありがとうございます。